こんにちは、ゴンちゃんです。今回は熱く激しく自由を求めた炎の活動家伊藤野枝の生涯とエピソードを解説します。福岡県早良郡今宿村大和谷247番、現在の福岡市西区今宿1丁目に海産物業を営む伊藤与吉と梅の長女として明治28年1月21日に生まれました。当時でも珍しい大雪の未明でした。今宿尋常小学校に入学し、明治37年に長崎市西山小学校に転入します。父の与吉の事業失敗で口減らしに長崎市に住む叔父叔母の元に預けられました。小学校卒業を前にして叔母一家が東京に移住したため、今宿に戻り須仙寺高等小学校に通い、卒業後は一時今宿郵便局で働きました。明治42年郵便局を辞めて叔父を頼って上京します。上野高等女学校、現在の上野学園高等学校の4年に編入試験を受けて入学しました。夏休みに帰省した時、縁談が持ち上がり、アメリカ帰りの成功者末松福太郎と仮祝言をします。野枝はこの時16歳でした。明治44年11月21日、末松家に入籍します。再び上京して通学中、英語教師辻と恋に落ちます。卒業後、帰省して福太郎と8日間同棲した後、逃げ出し、辻の元に走り、末松家に離縁を申し出たのですが、承知されず、辻への脅迫が続きました。そもそも末松福太郎との結婚は嫌っていましたが、アメリカへ連れて行くという話にかなり心を動かされていたからです。約束と違い、末松が郷里に腰を据えることが分かったため、夢破れ田舎に埋もれてたまるかと飛び出したのが離婚の理由です。ごたごたも叔父や平塚来町の尽力により、協議離婚が成立したのは大正2年1913年2月21日でした。知識欲に燃え、目だけはキラキラと輝いているポットでの田舎娘。そんな野枝を開眼させ、成長させてくれた辻純と結婚します。ヨーロッパの芸術思想、芸術運動に傾倒していた辻から、野枝は貪るようにヨーロッパ哲学、文学の知識を吸収しました。ところが夫であり、師である辻は野枝との関係を非難され、教職を捨ててから無力に陥り、何の仕事もしないでただブラブラして暮らすぐうたら亭主になり下がったんです。野枝は辻純との間にできた龍二を里子に出していきました。そんな時、野枝の情熱は新しい吐け口を求めるようになり、家族制度の矛盾を感じていた折に、原始女性は太陽だったの名文句で知られる平塚来町らの組織する政党社に入り、その機関紙政党の編集に参加し、大正5年1916年1月から来町に代わってこれを主催して女性の封建的地位の打破に努めました。野枝はめきめき頭角を現し、エリート意識とブルジョワムードに満ちた政党を塗り替えながら、次第に社会主義への目を開いていったのです。一方、大杉栄、荒畑寒村らの雑誌近代思想の読者となり、エマ・ゴールドマンの伝記に感じて自ら無政府主義者となります。たくましい行動力を持った思想家大杉栄に新しい愛を持った野枝には、一人の男をつつましく守り通す古いモラルは全くの無力というものでした。その愛を貫くため、どうなっても自分の道に生きなければならないと大杉への愛を正当化します。当時大杉には妻の他に社会党代議士だった上近一子という献身的な恋人がおり、野枝も辻と生活中でした。複雑な愛人関係も自由恋愛を唱える大杉にとっては問題外でしたが、上近は野枝に対する嫉妬から大正5年葉山の茶屋で大杉を刺す人情事件を起こしました。これが世に言う日陰茶屋事件です。これに世論は黙っていません。有島武雄と畑野明子の上司、吉川伯爵令嬢と自家用車運転手の心中、
筑紫の女王白蓮の家出と派手な恋愛事件の相次いだ大正で最もショッキングな事件だったのです。野江は上親が入国した後辻とも別れ、先妻と離婚した大杉と結婚し、主として文筆で婦人解放のために戦いました。思想心情を共にする大杉との充実した生活もわずか6年、大正12年の関東大震災の時、大杉及びその甥である立花少年と共に憲兵隊員天笠正彦に惨殺されました。伊藤野枝は亡くなる28歳までに7人の子供を出産しました。さて、殺された3人の遺骨は叔父の情けで引き取られ、人目を避けて野枝の故郷の今宿の松原の中に葬られました。国賊扱いにした官憲は墓碑銘を刻むことを禁じ、今津湾を望む金築山の麓に格子ぐらいの自然石が石碑代わりとなってひっそりと置かれています。 JR 今宿駅からほど近いところに野枝の生家跡があります。福岡市の現用文化財展示室の前にある畳屋さんがその場所になります。そこから100メートルほど行くと今津湾があり、泳ぎが得意だった野枝は4キロ先の能古島まで泳いで渡ったというエピソードも残っています。伊藤野枝が没して今年2023年で100年になります。生きていたら日本を代表する婦人社会運動家になっていただろうと言われます。著書には婦人解放の悲劇伊藤野枝全集があります。ということで、伊藤野枝の生涯とエピソードを解説しました。この動画が良かったと思われたら高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。